ただいま、もーちゃんのお墓のところに来ました。そしたら、もかちゃんが来てくれました。もかちゃんおはや。久々だな、半月ぶりだにゃ。昨日大丈夫、あ、てんちゃんも来てくれた。てんちゃん、もかちゃん、ご機嫌テレビ。嬉しい。てんちゃんもありがとう。てんちゃん久々だね、1ヶ月ぶりぐらいかな。いや、嬉しいですね。やっぱ日陰ですにゃ。そらそうだにゃ。昨日頑張ったね。嵐の中ね。今日はご褒美。今日ね、ミルクもあるからな。てんちゃんもにゃ。じゃあ早速、カリカリの準備してあげます。多分おかわりするだろうな。とりあえず、持ってくれるだけ、一応、持ってきましたんで、これからミルクとカリカリあげます。